代々木公園でベトナムフェスティバルが開かれ、現地の料理を味わうなど多くの人がベトナムの文化を堪能しました。渋谷区の代々木公園で開催されているベトナム政府の公認イベント、ベトナムフェスティバル。コロナの感染拡大を受け、去年までは規模を縮小していましたが、今年はコロナ以前の規模に戻して開かれています。朝から多くの人が訪れ、思い思いにベトナムの文化に触れ、フォーやバインミーなどベトナム料理が味わえる屋台は行列ができる盛況ぶりとなりました。今日とても暑くて、梅雨前でムシムシしてて、ちょっとベトナムっぽい空気感の中、ベトナムの美味しいものが食べれてよかったです。楽しい、いっぱい食べ物がある。ベトナムのことが知れる。久しぶりで、なんかいろんなベトナム料理食べれてすごい懐かしいな、美味しいし、楽しい、みんなと一緒に楽しい。このイベントは今日午後8時まで開かれています。